飲むだけでマイナス10キロ痩せるお茶をあなたにお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、飲むだけで健康的でしかも綺麗に痩せることができるんですよ。また効果的な痩せる飲み方もあなたにお伝えしていきますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、もうとっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット、今すぐあなたにもできる腸活ダイエット法の動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むだけで痩せることができるのかという、その痩せる理由ポイントについてお伝えしていきますね。それはこのお茶が持つ力、腸内環境を整えてくれるものが入っているから、そして血糖値の上昇を抑えてくれる効果があるからなんですね。痩せるためにはこの2つのポイントがですね、もうマスト、必要条件になってくるんですよ。例えばあなたがもう今一生懸命ね、綺麗に痩せたいと思っているのに、なんで1キロも落ちないのってね、落ち込んでらっしゃったりとか、もうなかなか一旦痩せるんだけどまたリバウンドしてしまうとかですね、そういったことに悩んでいらっしゃるようであれば、あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内環境が悪いから痩せることができないだけなんです。どういうことかというと、あなたの腸内環境が悪い、まあ、イコール腸内に住み着いている悪玉菌と呼ばれる、その、まあ、別名デブ菌がですね、強すぎて痩せることができないですよね。なぜかというと、そのデブ菌たちが好むものっていうのは太る食べ物なんですよ。それを食べろ食べろってね、命令されているわけですよね。私たちの味覚って実は自分たちが食べたいと思っているのではなくって、その腸内細菌たちが食べたいものを欲しがるようになってるんです。実は操られていたんですよ。なんてこったですよね。知らなかったみたいな。なのでじゃあどうすればいいかというと、腸内細菌のその善玉菌です、別名痩せ菌たちを味方につけてしまえばね、いいんですよ。そうするとその痩せ菌たちが好むものというのは痩せやすい食べ物なんですよ。体によくて痩せる食べ物が餌なんです、痩せ菌たちの。そこで私が今回ご紹介するお茶は、そういった痩せ菌たちが好む、もう好んで食べてくれる、その餌があるんですよね。まあ、それは食物繊維なんですけれども、そういったものを多く含んであるお茶が結果痩せることができますよということ。そしてもう一つ大事なことは、血糖値の急上昇をこのお茶を飲むことで抑えてくれるからなんですよね。もうここすごく大事。同じように食べていても、その食材が持つ効果で血糖値が急に上がるのか、逆にこうゆっくり亀さんで緩やかに上がるのか、この違いだけで太る率が全然変わってくるんですよね。もちろん急上昇する方がこの振り幅が多いわけですから、この間にうわーっとですね、脂肪をどんどん溜め込んでしまうわけなんですよね。でまた善玉菌の逆、悪玉菌、まあ、要はデブ菌が多いことでどんどん食べたものをこう溜め込んでいく性質もありますから、もういいことないんですよ。そういうことでこの血糖値の急上昇をこのお茶を飲むことで抑えることができる、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果が上がるということになるんです。では2つ目の項目に行きましょうね。一体そのお茶は何でしょうかということで、今回は桑の葉茶をあなたにお伝えしていきたいと思います。もう先ほど項目1でお伝えした通りの効果がこのお茶にはあるんですね。もう血糖値の急上昇を抑えてくれるから、そして食物繊維が多いから、プラスダイエットに必要な栄養ですよね。やっぱり栄養不足ですと痩せることができませんから、そういったミネラルも非常に多く含まれています。でまたこの桑の葉茶はですね、リラックス効果も高いんですよ。なので、まあ、この春の季節ですね、まあ、春うつとかそういったこうイライラする方っていうのは、こういった桑の葉茶を飲まれると気持ちがスーッと
落ち着くこともできますし、何よりもストレスがかかっている時にこのカフェイン飲料、カフェインを多く含んでいるものを飲みすぎてしまわれるとますますストレスかかってしまいますから、ストップしてくださいね。そういった方はこのクワノハチャのようにこのノンカフェインであること、ここも非常に大事なポイントとなってきます。では最後の項目3つ目です。どのようにしてこのクワノハチャを飲むと痩せる効果を上げることができるのかという、その美味しい飲み方、入れ方についてご紹介していきたいと思います。今回私がご紹介しますのはこちらになります。すごく可愛いんですよ。見えますでしょうか。女子お茶クラブスラリさん、国産マルベリーリーフかっこクワノハと書いてあるこのクワノハ茶になります。もう一気にですね、このクワノハが英語でマルベリーリーフって言うんですよね。一気にこう女子力高いお茶、なんかこうハーブティーみたいなイメージに変わりませんでしたか。先ほどまでね、クワノハクワノハとか言って、もう何それおじいちゃんおばあちゃんのお茶みたいな、あの私はね最初イメージ持ってたんですけれども、このお茶を実はカルディさんで見つけた時に、うわおしゃれで可愛いと思って、もうすぐ手に取ったんですね。でよく見てみたら、もう腸活ダイエットにぴったりのお茶でしたので、もうあなたにもご紹介したいと思って、もうすぐ購入したお茶なんですよ。こちらですね、女子お茶クラブさん、カフェインゼロ無香料で、名称はねやっぱりハーブティーになってます。もうおしゃれですよね。で原材料名はマルベリーリーフかっこ日本となってまして、1.8g のかける7袋入りになっています。でこちら美味しい入れ方ということで、1杯分、やっぱり1杯分が約、ネットで 150ml に対しまして1パックです。とティーパック入れてください。そしてだいたい蓋をしてですね、3から5分煮出すと飲めますということになるんですが、私がここで一押ししたいダイエット効果を上げるための飲み方、まあそのお茶のタイプなんですけれど もうまずは必ずホットで召し上がってくださいね。これを例えばこうお茶を入れてですね、冷蔵庫で冷やして、その後氷を入れてこうガブガブとか飲んでしまうと太っちゃいます。なぜかというと、もう腸がキンキンに冷えてしまって動かなくなってしまう。そうするともう元も子もないわけですね。腸にダメージを受けさせるようなことをしちゃいけないわけですよ。もう優しくね扱ってもらいたいですよね、腸は特に。なので一押しの飲み方としましては、ホット、もしくはせめて常温で召し上がってください。で飲むタイミングもすっごく大事なんですよ。これはじゃあいつ飲めばダイエット効果を上げることができるのかということなんですけども、おすすめは食前です、もしくは食事中になります。なぜかというと、先ほどお伝えしました通り、この血糖値の急上昇を抑えてくれるわけですから、お食事を召し上がった時に血糖値がグーンと上がりそうなところをこのお茶がバーッとですね抑えてくれるわけですよ。もうありがとうですよね。ですからその食べる前であったり、まあ、せめてその食事中であったり、上手にそのタイミングで召し上がっていただくことで、あなたは結果脂肪を溜め込まずに済むわけです。どうですか、飲み方一つでこんなに違うんでしたらやはり大事だと思いませんか。ですので私は今回美味しい入れ方とそのダイエット効果を上げるための飲むタイミングをあなたにお伝えして終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。このクワノハ茶ですね、マルベリーリーフになりますハーブティーを日頃あなたのお食事のお供にしていただくと、あなたは腸内環境が整って血糖値も抑えることができて、しかも健康的に綺麗に痩せることができるんですよ。ぜひお役立ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。